カロラインはイギリス海軍の軽巡二洋艦 C 級イギリス海軍においてカロラインの名を持つ艦としては八代目にあたるカロラインは1914年の襲役後第一次世界大戦においてユトランド沖海戦に参加し以降も司令官及び練習艦として1924年から2011年まで現役であったこれはイギリス海軍において ビクトリーに次いで2番目に長い在籍記録であり、第一次世界大戦に参加したイギリス海軍官邸で現存している3隻のうちの1隻である。カロラインはバーケンヘッドのキャメルレアード社で1914年1月28日に寄港、1914年9月29日に浸水し、1914年12月に竣工した。 カロラインは C 級系巡洋艦のうち最初のサブタイプであるカロライン級に属する艦であり以降の同系艦と異なりタービンに原則歯車が装備されていなかったカロラインの機関は航行することがなくなった現在も搭載されている1914年12月4日に初代艦長ヘンリー・ラルフ・クローク大佐の指揮の下で収益したカロラインは 第一次世界大戦を通じて、北海で活動した。収益後は、大国伊諸島のスカパフローを拠点とする、グランドフリートに所属、第四駆逐艦船隊の共同艦として行動する。カロラインは1915年2月から11月まで、グランドフリートの第一軽巡洋艦染隊に所属、さらに1916年初めに同じく、 グランドフリートの第4系巡洋艦船隊に移籍したカロラインは1918年11月の第一次世界大戦終結まで配属されていた。カロラインは第4系巡洋艦船隊所属時に1916年5月31日から6月1日にかけて行われたユトランド沖海戦に参加している。1917年から1918年後半にかけて カロラインは、全部手法の上に滑走台を設け、北海上空のドイツ軍飛行船を攻撃する、イギリス海軍航空隊及び後に新設された、イギリス空軍のソッピースキャメル戦闘機の発進母艦となっていた。カロラインは、戦後も第4系巡洋艦船隊に泊まり、1919年6月には、船体の両艦と共に、東インド艦区で活動した。 カロラインは1922年2月に退役し、予備役としてドックで保管されたが、1924年2月に北アイルランドベルファストに所在するイギリス海軍志願予備員アルスター部隊の練習関係司令部として現役復帰した。カロラインは1924年4月1日から公式にその任務に就いた。ベルファスト到着後、 1924年頃にハーランド・アンドウルフ社によってカロラインの兵装と機関の一部が撤去されたが取り外された方は他の退役巡洋艦の方と共に保管され AI 条約に基づきイギリス海軍が管理していたアイルランド自由国内の条約港の防衛に従用された。1939年から1945年の第二次世界大戦中、カロラインは 第三護衛グループのキャプテン級フリゲートを含む大西洋北極海戦団の多くの護衛艦艇が基地としていたベルファスト港におけるイギリス海軍司令部として機能した。第二次世界大戦中にベルファストが主要な海軍基地の一つとして発展すると司令部としての HMS カロラインの範囲は拡大していき、艦内だけでなく市内の様々な地区を含むようになった。やがて、 数千人の歌手官、K たちが HMS キャロリンのタリーを着用することになった。そのような地上施設で最初のものはベルファスト税関の建物だった。後にベルファスト城が接収されて通信施設として用いられた。HMS カロラインには爆雷投射機とヘッジホック対戦迫撃砲の修理工場も付属され、そのいくつかは マイル・ウーター・ベースンのカロラインの経流場所に近い、不当に設けられることになった。ベルファスト空軍基地が、ベルファスト港のシデナム飛行場に所在していた第二次、世界大戦の初期、艦隊航空隊の兵員はカロラインを、宿泊艦にしていた。1943年に飛行場は、イギリス空軍からイギリス海軍に移管され、カドオール海軍航空基地になった。 第二次世界大戦後、イギリス海軍はカロラインをイギリス海軍志願予備員に変換し、カロラインは RNVR の唯一の海上訓練施設として使用された。1951年にはベルファストのハーランド・ンド・ウルフ社で改装が行われた。イギリス海軍予備員は2009年12月にカロラインから陸上へ移転し、 ストーンフリゲートであるヒベルニア海軍基地となった。2011年3月31日にカロラインは伝統的な式典の後に退役した。カロラインの軍艦機はベルファストの西安大聖堂で保存されている。練習艦時代のカロライン。艦首にユニオンフラッグマスト長部にイギリス海軍予備員大将機、艦尾に軍艦機がそれぞれ形容されている。 2006年8月撮影。カロラインは、現在、国定歴史艦隊に登録されている。カロラインは、ベルファストのアレキサンドラドック内に係留されているが、退役に伴って、ポーツマスの王立海軍国立博物館の保護監督下に置かれている。もはやカロラインは、自力航行不能な状態ではあるが、未だドック内で浮いており非常に良い状態を保っている。過去に、 波や強風による衝撃は数度にわたってカロラインを軽流場所から引き離そうとした。2005年の嵐の間、カロラインは不当のコンクリートからいくつかの巨大なボラードを引き抜いたが、幸い全ての固定が外れることはなかった。入り口は毎年行われるタイタニックの式典期間中入ることができたが、通常カロラインは観光客に解放されてはいなかった。 完美から見たカロラインの夜景。2008年1月。2011年にカロラインが退役すると、その居住は不確かなものになった。ある案では、艦中央部にある大きな看板室を撤去して6インチ砲と4インチ砲や、その他の構造物を復元し、カロラインを第一次世界大戦の頃の姿に戻すというものであった。別の案は、カロラインをベルファストに止め、 客船ノルマディックの傍らでタイタニッククォーターに付属した博物館船にするというものであった。また他の案ではカロラインをポーツマスに移して可能な限り第一次世界大戦当時の姿に復元するというものもあった。2012年6月資金が調達できることを前提としてカロラインをポーツマスに移す計画が発表された。しかしながら 2012年10月に北アイルランド政府はカロラインをベルファストに止め文化メモリアル基金がカロラインの復元のために100万ポンドを拠出する確約を得たと発表した2013年5月には遺産宝くじ基金がカロラインの博物館船への改装費用として84万5600ポンドの拠出を認めると発表した博物館船となったカロライン 2017年8月。2014年10月にイ遺産宝くじ基金は、王立海軍国立博物館がカロラインを2016年のユトランド沖海戦100周年記念のアトラクションに転換できるよう2200万ポンドの拠出を進めると公表した。2016年6月にカロラインは、博物館船として、また王立海軍国立博物館の一部として、 開館した。カロラインは2011年の退役までイギリス海軍においてビクトリーに次ぐ歴代2位の現役機関を誇り第一次世界大戦時のイギリス海軍系寿命館及びユトランドを機械戦参加官邸で最後の生き残りでもある。カロラインは現役機関で1個の戦闘名誉賞を受賞した。ありがとうございます。